達山駅は大韓民国ソウルと区別した津山区観光路3外にある韓国鉄道公社の駅。乗り入れている路線は正式な路線名称上は京府線、京源線、達山線の3路線である。京府線に KTXITX、セマウルセマウル号、ムグンファ号が京源線に ITX 青春といった優等列車が乗り入れる。 このうち、京府線の列車は、湖南線、甲州線、全羅線、長江線、京前線に直通する列車の、ソウル特別市内におけるターミナル駅となっている。なお、京府線、中北線、東海線、京前線の列車は、ソウル駅をターミナル駅としており、東駅には一部列車を除いて停車しない。その他に、京府線は一号線、京原線、達山線には京義、 中央線といった首都圏電鉄の運行系統が走行する。軽減線と立山線は当駅で相互直通運転を行っており、案内上はいずれも定義中央線とされ、正式路線名では案内されない。京府電鉄線の駅番号は135、定義中央線の駅番号は計110。 日本統治時代の立山駅1899年に京浜都市鉄道合資会社線が開通した当時は住物裏から観光南岸の路両津駅までの営業であったが1900年に観光鉄橋が完成したことにより観光北岸の立山駅から南大門駅を経て京城駅まで延長された1905年には京府線が開通して立山駅は 不山駅へ向かう列車の始発駅として使用された。日露戦争中に、達山駅を起点に、警備線が完成し、1914年にはやはり、達山駅を起点とする軽減線が開通した。開通当初、南大門駅は、ソウル最寄りの駅ではあるが小さな停車場で、日本陸軍の中屯地が隣接していた達山駅の方が、大きな駅であった。しかし、 京城府の人口が増加し、辰山駅も飽和状態に達したため、1923年に新たな中央駅となる京城駅が南大門駅の場所に開業した。第二次世界大戦後、日本軍が撤退した土地はアメリカ軍の辰山基地となった。1974年には、京府電鉄線が開通したものの、1984年に鉄道コンテナ業務が 岐阜間の南部貨物基地線、五方駅に移管されて、以降は、立山駅の規模は縮小された。しかし、2004年には、KTX 湖南高速鉄道の始発駅となり、湖南線、全羅線、超高線直通列車の出発駅となり、再び、重要な駅へと帰り咲いた。貨物駅の広がっていた、駅付近では大規模な再開発も計画され、反対運動の中で、 タ山ドリームタワーなどが立ち並ぶタ山国際業無地区構想がカーイルにより進められていた。しかし2013年にはドリームハブ開発事業が債務不履行の状態となり最終的に破綻しカーイルの経営に打撃となっている。コンコースホーム現在の駅舎は現代産業開発が建設したものであるアイパークモールと隣接しており駅舎内に CGV 今と、立山 e スポーツスタジアムが入居している。駅の3階に接続されている、古戦橋を介して、立山電子障害につながっている。ホームは6面13線を有する地上駅で、京府線が3面8線、京府電鉄線が2面4線、京義中央線は1面2線を使用している。電鉄ホームには、ホームドアが設置されている。 6番ホームの向かい側には、未使用の乗り場がある。駅前の様子4号線新達山駅がすぐそばにあり、1番出口から出て少し行くと新達山駅3.4番出口にたどり着くことができる。双方の駅は現在、乗り換え駅となっていないが、両方の駅を乗り換えできるように開発事業と連携して工事する計画が推進されている。韓国鉄道公社。 タ山開発事業で最大の危機に、中央日報、http://japanese.joins.com a r t i c l e 426 169426.html2013 年3月16日閲覧。ありがとうございます。